を動かしていくというところでしょうね。徳島はね、ここも高い位置から行きます。室井とアンジェロッティ、縦に入れたボール、石川が引っ掛けて室井が拾う。室井のシュート、決まりました。先制大宮、前半6分、室井圭介今シーズン3ゴール目。来ましたけど、徳島のプレスもなかなか行けない状況ではありましたから、まあ、シュートが素晴らしいですよね。コースもきっちり低いところ狙いすましたようなね。角度も速いですね。さあ合わせてくるのか直接なのか。鈴木が直接狙ってきた。決まったか。決まった。追加点、鈴木の右足から生まれた町田2点目ですよね。まあ、距離もあった中でスピードと高さっていうのは求められる位置だったと思うんですけども、ちょうど左ですよね、ポストのところ、うまく壁を越えながら鈴木にボールが渡りました。とても面白いですね。左足、素晴らしい。決まった。町田5点目。85分、下田選手のこの特徴でもあるミドルシュートの精度の高さと、まあ、質とこのコースっていうのは非常に素晴らしかったと思いますし、高校に打たれると羽田野選手はどうしようもできないですよね。上村か相原か。相原だ、決まりました。ゴール右隅、いっぱいとこの中で、はい、コース当たってると思うんですよね。まあ、2人立たれているのでゴールキーパー川田選手からするとちょっとこうどちらがっていうところ、たまには通らず、しかし後ろに森がいます。森が上げた、頭上を越えた。